ドラえもんのび太と翼の勇者たちは2001年3月10日に公開されたドラえもん映画作品及び藤子 F ・藤尾プロによって漫画化され月刊コロコロコ,ロコミック2001年2月号から2001年3月号に掲載された大長編ドラえもんシリーズの作品映画シリーズ第22作大長編シリーズ第21作漫画版には 番外編である短編も存在する。同時上映は、頑張れ、ジャイアン、ドラミアンドドラえもんズ宇宙ランド危機一発。特集記事が、月刊コロ,コロコロコミック2000年8月号から2001年4月号まで掲載された。同時に、2001ドラえもんアースパトロール21世紀、地球パトロール隊と題した、自然環境保全キャンペーンも行われた。 主題歌を歌う千年リナが声優に初挑戦した。また、87歳の森重久也が声優として特別出演している。出来すぎから、超人の話を聞いたのび太は、自分も空が飛びたいと自作の翼を作り、ドラえもんと共に、裏山で練習していると逃げたピーコを追いかける、静かに会い、手伝おうとすると、 超人の世界バードピアから超人の少年グースケが人間界に迷い込んでしまった。グースケ自作の人力飛行機スノーグース号を一緒に修理し、グースケのテストフライトを見守っていたドラえもんたち。だが、グースケの墜落現場をジャイアン、スネオが目撃していた。二人はスノーグース号に捕まり、そのまま謎の穴に三人を追って、 バードピアへやってきたドラえもんたちは正体を隠すため、秘密道具のバードキャップで超人となり、人間界の鳥類を保護する渡り鳥パトロール隊の入隊テスト、イカロスレースに挑むこととなる。だがその裏では、人類を憎悪するカラス警備隊の長官ジーグリードが、人間界進行のために、古代の怪物フェニキアを蘇らせようとしていた。ドラえもんやグースケたちは、 バードピアを救うため、伝説の勇者、イカロスと共に、フェニキアに立ち向かう。レギュラーキャラクターや、下記のゲストキャラクターのほか、ドラえもんのび太の創生日記以来、6年ぶりに出来すぎが登場し、本作では、冒頭で、のび太たちに、世界各地の超人伝説の話をした。渡り鳥パトロール隊の入会テストを兼ねた、バードピア最大の行事。審判及び判定は、 バビロン隊長に委ねられている。実況はかなり熱い。ジャイアンはこのレースのことをタコロスレースと言ったことがある。ドラえもん映画作品。ありがとうございます。